ツタガカン味玉醤油そばズタのハガインジャパニーズそばヌードルズツタは東京都豊島区菅も一丁目14番1号に店舗を構えるラーメン店。ラーメン店として世界初のミシュランガイドの一つ星を獲得した。創業者の大西祐希は高校を卒業後、1997年、藤沢市で父が開いていたラーメン店七への味の店目白で修行を開始する。 しかし2001年に修行を辞め新聞の営業に転職。2003年にはさらにアパレル業界へ転職したものの、日本の食文化の素晴らしさを世界中の人に伝えたいという情熱が芽生え、2008年に渋谷区代々木7位の味の店目白で修行再開。2012年1月26日豊島幕菅もで独立を果たす。天名のツタは家門から ジャパニーズそばヌードルズは日本が誇る麺料理として育てたいとしてジャパニーズそばヌードルズズタとした。オープン時は醤油そば、煮干しそばの二品の提供のみであったが塩、漬けそばなどの新作を発売していく。2013年にラーメンウォーカーグランプリ全国新店部門で金賞受賞。鴨と煮干しをベースにした二号店。 スタのハジャパニーズそばヌードルズスタを2014年6月26日にオープン。同年にラーメンウォーカーグランプリ全国総合部門で金賞受賞。また、2014年12月に発売されたミシュランガイド東京2015にビブグルマンとして掲載される2015年1月27日にはジャパニーズそばヌードルズスタにて火曜日限定営業の味噌専門店。 味噌のジンジャパニーズそばヌードルズズタをオープンする。同年にも、ラーメンウォーカーグランプリ全国総合部門で、金賞受賞、連覇を果たし、殿堂入りした。ミシュランガイド東京2016において、ツタがラーメン店として、世界初のミシュランガイドの一つ星を獲得した、他、ツタの葉が、ビブグルマンとして掲載された。しかし、近隣の苦情などにより、12月16日に、 公式ブログにて、ツタノハと味噌のジンを12月27日で閉店することを発表する。ツタノハは移転先を探して再オープンする予定だという。来客の8割が注文するという看板メニューである。醤油そばの出汁には青森シャモロックとアサリや白身魚の切り身を使用。タレには和歌山県の生揚げ醤油、湯にはイタリア産黒トリュフとチー油を使用している。 麺は、国産小麦をブレンドしたものを使用している。サークル、K、サンクスから監修した2015年7月21日から8月10日の、期間限定商品、冷やし醤油ラーメンと煮卵結びが発売。8月17日には、明星食品からツタの葉ジャパニーズそばヌードルズ、ツタ監修のカップ麺、明星ズタの葉がもだし醤油ラーメンが発売されている。 化学調味料を使用していないことも特徴となっている。ありがとうございます。